左右どちらでも良いので、固く握り拳を作りましょう。爪が伸びている人は、このように、爪を外に出すようにして握り込んでください。絶対大丈夫。そして固く握り込んでください。はい。固く握り込んでください。だんだん手がしびれてきたでしょう。手のしびれた感覚を感じてください。感じました。そうしたら、手を開くのではなく、緩めてください。そしてじわーっと暖かくなっていく感覚を感じてください。もう感じるね。暖かくなって手がしびれた感覚を感じてください。それでは緩めた手はそのままの状態に保っておいてください。そしてヒプノディスクに意識を集中してみてください。ヒプノディスクをじーっと見ていると、だんだん広がっていくように見えたり、しぼんでいくように見えてきます。ヒプノディスクをじーっと見ていると、だんだんヒプノディスクに意識が集中していきます。そしてヒプノディスクの中に意識が吸い込まれていきます。ほら、スーッと意識が吸い込まれていきます。それでは、あなたの握り拳に視線を移してください。もう手、開かないでしょ?All my friends are toxic, all ambitionless, so rude and always negative.